皆さんこんにちは。ハイバイママでおなじみのキムテヒさん、告白した元夫ピとの離婚理由、異常すぎる性癖、子供の現在、反日の真相といった様々な謎について紹介します。まずはキムテヒの経歴とプロフィールから紹介します。キムテヒは韓国の女優、男一人女二人指定の次女で、姉と俳優の弟イワンがいる。釜山直轄市で生まれ、小学校から高校まで慶尚南道ウルサン市で過ごす。このためウルサン出身と言われることが多い。サムシン小学校、テヒョン中学校、ウルサン女子高校を経て、1999年にソウル大学校生活科学大学衣類学科に入学。2005年に卒業。カトリック教徒であり、洗礼名はベルダ。連続ドラマ天国の怪談の悪女役やアイリスのヒロイン役などで知られる。韓国では人気がある女優の一人である。血液型 O 型。2000年、キムテヒは地下鉄で偶然会った広告代理店のデザイナーに勧められ、テレビコマーシャルで芸能界にデビューした。翌2001年、ラストプレゼントで主演イオンへの中学生時代役で映画に出演し、2002年の短編映画新都市人から本格的な演技活動を始め、その年シットコムと呼ばれるコミカルな連続テレビドラマレッツゴーに出演した。有名になったのは2003年 SBS の人気ドラマ天国の怪談で主人公の意地悪な義理の妹役ハンユリを演じてからである。翌2004年、テレビドラマでは朝鮮の伝説を現代化したKBS の活劇級を狐外伝と、 SBS の大学生の恋愛劇ラブストーリーインハーバードに出演した。両作品ともにキムテヒの貢献が評価され、級を狐外伝で最優秀新人賞を、ラブストーリーインハーバードで最高人気賞を受賞した。2005年4月1日には所属事務所ロゴスフィルムとの専属契約が満了し、同年6月19日にナムアクターズと専属契約を結んだことが発表された。テレビドラマでの成功の一方、映画では2006年に中天で初めて主役を演じたが、キムテヒ自身の演技力不足もあって不人気に終わった。翌2007年公開の喧嘩も人気がなかった。2009年、4年ぶりにテレビドラマに出演した。このイ・ビョンホン主演のスパイス入り劇アイリスは韓国ドラマ史上最大級の制作費をかけたもので、批評家の称賛と商業的な成功を獲得し、平均視聴率 30% を記録。放送開始から各週の最高人気作となった。キムテヒに対しては演技力に対する批判がなおあったものの、多くの視聴者から肯定的な評価を得、その年2009年の KBS 演技大賞では優秀演技賞を受賞した。しかし同じ年に公開された映画グランプリでは、主役の競馬騎手を演じたキムテヒの努力は評価されたが、興行的には主演映画3作品連続となる失敗作となった。2010年、それまで所属していた事務所ナムアクターズからキムテヒの姉夫婦が設立したルアエンタテインメントに移籍した成功作アイリスの後、2011年1月 MBC の恋愛喜劇ドラママイプリンセスで主役を務め、ソン・スンホンと共演した。キムテヒの演じた大学生イソル役は今までのキムテヒの役どころと異なる喜劇的性格で、キムテヒの遊び心あふれる演技が好評を得た。冬のソナタで有名になったチェジューの主演作として、天国の怪談が日本でも2004年から2005年にかけて放映され、このドラマの出演者としてキムテヒも日本の韓国ドラマファンに知られるようになり、翌年2006年1月31日から3月11日まで放送された日本コカ・コーラの新装顕微茶のテレビコマーシャルにも起用された。2007年には韓国の国際文化産業交流財団が韓国文化産業に対する正しい理解と韓国の異名自向上を目指すため、日本の毎日新聞などのメディアを招き、キムへのインタビューの場を設けた。2010年末、日本での活動を本格化させるため、日本の芸能企画会社 SP インターナショナルとマネジメント契約を結び、日本語を学ぶなどして日本での活動に備えた。ファッション雑誌晩餐館の2011年表紙モデルに起用され、1月発売の2011年3月号から登場している。2011年10月、
日本での本格的活動のスタートとなる主演作「僕とスターの99日」がフジテレビ系列で放映開始された。この連続テレビドラマではダブル主演となるさえない男役の西島秀俊を相手に韓国の人気女優役を演じるキムテヒが2011年にドラマの日本進出する際に、韓国ではほぼ全てのメディアが2005年にキムが独身愛キャンペーンを言ったことに触れながらドラマ日本進出の報道をした。英字誌のコリアヘラルドも2012年キムテヒが独身試験をテーマにした音楽 CD と独身は我々の土地と書いてある T シャツをスイスで配ったと報じた。また韓国 KBS 局によるとキムが独身キャンペーンを行ったことにより日本の一部のネット利用者の間ではキムが日本が嫌いと言ったという噂が広がるなどキムに対する反感が見られ、2011年の花王抗議デモにおいても参加者がキムを反日俳優として糾弾するビラを配布した。2011年11月参議院総務委員会において参議院議員片山さつきが民放テレビ局の韓流偏重問題の一環としてキムテヒさんという女優がおり、独身愛キャンペーンのキャンペーン女優である韓国にはたくさん良い女優がおられるが、このキャンペーンをやっている女優は一人だけである、その女優が日本の民放のドラマに主役として出演していると疑義を表明した。2011年9月に自身が主演するドラマの宣伝のため来日したキムは、産経新聞によるインタビューで過去に政治的発言が報道されたことに話を向けられると、私は理数系の人間で歴史や政治のニュースには疎いのでもっと勉強しなくてはいけないと思いますと発言した。さらに2012年2月にロート製薬が自社製品の雪心地の CM に過去に独身キャンペーンを行ったキムを起用したことが日本に伝えられると、ネット上でロート製薬への批判が殺到し、キムが来日して行う予定だった CM 発表記者会見が中止された。この件については2012年3月10日に韓国 SBS のそれが知りたい誰がキムテヒを追い出したかでも放送された。産経新聞の黒田勝弘は、韓国芸能人には韓国での人気管理のためかこのような反日愛国パフォーマンスをやる者がいるとし、この CM 発表会が中止された件を挙げて、反日をやりながら日本のテレビ広告に出るというキムテヒは大胆それとも甘えと述べた。また離婚について、ノホンチョルは芸能人夫婦で離婚事例がたくさんあるがピは離婚しないだろう、もし離婚した場合キムテヒに問題があるということだ、ピと旅行してみてこの人は本当に最高だと表現し笑いを誘った。なおキムテヒさんとピさんは2人の子供を育てています。1人目は旦那のピさんがバラエティ番組でハネムーンベイビーができて新婚生活をあまり長く楽しめなかった。言っていた通り2017年10月に待望の第一子を出産しています。続いて2019年9月には第二子を出産し、2021年7月現在2人の子供を育てています。お子さんは2人とも女の子で、噂ではキムテヒニの美人姉妹だと言われています。ピさんは第一子が誰に似ているかと質問された時、まずは二重がある、俺に似強かったと答えたそうです。ピさんの目は一重です。過去には整形を悩んだほどだったと語っていた一重ですので、子供の二重はさぞかし嬉しかったのでしょう。ということは目が大きく二重であるキムテヒさんに似ているということでしょうか。キムテヒさんの美貌は芸能界でもピカイチですので、さぞかし美人になることでしょう。キムテヒさんは芸能活動を徐々に始めていることから、子供さんたちは日本でいう保育園や幼稚園に通っている可能性が高そうですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。